皆さんこんにちは。キャリアプランニング講座、今日は合理的配慮とセルフアドボカシーについて学んでいきます。この講座は個人でもできますし、グループワークとしてもできます。個人として行うときに、サポートになるようにこの動画は作られています。では早速内容に入っていきましょう。まずは1、ウェブサイトにアクセスして合理的配慮、それからセルフアドボカシーについて調べてみたいと思います。具体的には仕事がうまくいく合理的配慮の求め方、セルフアドボカシー、そして学生の方は大学生向けの合理的配慮のページを読んでください。そして普通の配慮と合理的配慮がどう違うのかというのと、セルフアドボカシーというのはどういう意味なのかというのを自分でまとめてみましょう。では始めてください。はい、調べてみたでしょうか。いろいろなまとめ方がありますけれども、この動画では、できるだけ分かりやすく普通の配慮と合理的配慮がどう違うのかというのと、セルフアドボカシーというのはどういう意味なのかというのをお話ししたいと思います。まずですね、普通の配慮というのは、マナーや気遣いのことだと思ってください。電車に乗っていて、隣のところにこう荷物を置いていたんだけれども、人が乗ってきたので、その荷物をどかすというのは、配慮、気遣い、マナーみたいなことと思われます。一方で合理的配慮っていうのは、ある、特定のニーズ、一人一人違うニーズに企業と個人がやり取りをしてルールを決めていくという、もうちょっと、かっちりとした法律に基づいた、取り決めのようなものになります。ですので電車の中のカバンをどかすとか、タバコを吸うときになるべく人がいないとこで吸うというような、常識とか、マナーとは違って、合理的配慮っていうのは、みんながいつも同じマナーやルールに従うのではなく、その人の苦手に合わせて配慮をしてもらうというものになります。ですので一人一人違いますから、自分からですね、こういう配慮をしてほしい、他の人とは違って自分はこういう苦手さがあるっていうのを、まず手を挙げて企業や働いているところに伝えないといけない、あるいは大学でしたら学んでいる先に伝えなきゃいけないっていうのが普通の配慮と違います。普通の配慮の場合は、例えばお年寄りが来た時に椅子を譲るとかっていうのは、私年寄りなんです、椅子どかしてください、椅子、自分に座らせてくださいっていうのはなかなか言わないですよね。ただ合理的配慮の時は自分でまず言わないといけないっていうのがルールで、その自分から言うという権利のことをセルフアドボカシー、自己権利擁護というふうに言います。このあたりが普通の配慮と合理的配慮の違い、それから合理的配慮の中でセルフアドボカシーがなんで、重要なのかという説明になります。とここまでが ② のところですね。では、次は ③ のところに行きましょう。3つのケースを少し考えてみてください。1つ目は一般枠で働いています。合理的配慮を求めると障害をオープンにする必要があります。この場合あなたは合理的配慮を求めますか求めませんかというもの。2つ目、障害者枠なので採用試験の書類や面接で合理的配慮をすでにお願いしましたが、働いてみると希望する配慮を得られないと感じています、あなたはどうしますかというもの。そして最後が、自分の努力不足と感じているのでどこまで配慮を要求すれば分かりません、ですのでセルフアドボカシー、自己権利擁護は今はしたくありません、そういう人に対して皆さんはどうアドバイスしますか。この3つについて、自分なりにまとめてみてください。それぞれ のケースに応じて、ちょっと注目ポイントがありますので、少し考えた後また動画で私から共有したいと思います。はい、それではこの3番、難しいと思われる3つのケースについて考えてみられたでしょうか。
まあ、全部考えるのは難しかったかもしれませんが、正解があるものではないので、自分だったらこう感じるというのを、胸にこう、感じながら、私の話を聞いてください。まず一つ目、一般枠で働いている例についてですが、ここで、考えてほしいのは、入社前に行っているのか入社後に行ったのかによって少し状況が変わるというところがポイントです。どちらがいいとも言い切れません。入社前に言うとなかなか一般枠ですと、障害を伝えると受からないかもしれませんし、入社後に伝えてしまうと何か後出しじゃんけんのように、なんで初めに言わなかったんだって言われてしまうかもしれません。ですので、入社前に言うと当然配慮を得やすくなるかもしれませんけれども、ある程度、書類選考あるいは面接の選考の合格する確率が低くなることは理解した上で配慮を求めていきましょう。また入社後に伝える場合も入社前に伝える場合も、診断名とか障害者手帳とかを初めにから見せるのではなくて、当社ではセミオープンと言ってますけれども、自分の苦手なところだけを伝え、診断名や障害者手帳があるなしっていうのは初めは伝えないというようなことも可能かもしれません。ただこの場合は合理的配慮、自分は苦手、障害があります、こういうような配慮をしてくださいっていう正式なやり取りにはなりませんので、合理的配慮が不十分にしか受けられないっていうことも、まあ、覚悟しておく必要があります。はい、1問目非常に難しい問題でしたね。次が2問目です。働いてみたところ、なかなか配慮が思ったように得られなかったということですね。こちらのポイントはですね、入社前と入社後どんどんズレが起こるのは当たり前だっていうことです。で、実際合理的配慮も入社前に1回だけの企業とのやり取りで決まるものではないです。ズレが起こった時、例えば上司が変わった、担当する仕事が変わった、求められる責任が大きくなった、職場が変わったなどによって、つどつど対話をすることが必要とされているのが合理的配慮です。毎日毎日あるいは毎週毎週そういったやり取りをしていくのはちょっとやりすぎになるとは思いますけれども、まあ、半年に1回とか1年に1回とか変化が起きた時に、上司やあるいは人事の人とどういう合理的配慮が今求められていて、過去に伝えていた配慮は何がより必要になり、何はもう必要じゃなくなったのかというようなすり合わせをしていくのは重要ですというのが2問目になります。決して一番初めの約束が守られてないからやめますとすぐに考えずに、そういったやり取りを続けるようにしてください。で、ここで重要なのが紙を用意するということですね。ただ単に喋ってやり取りするとどうしてもズレが生じやすくなります。入社の時も合理的配慮の希望は紙で書いて、しかも面接で喋った、紙と喋り2つ行ったと思いますので、修正をしていく時もまず自分が希望することを書いて、その紙をもとに喋ってやり取りをしてみてください。最後に3番目です。自分が努力不足と感じている方にどういうふうにアドバイスしますかってことなんですけれども、合理的配慮というのは、まあ、働く人の権利だというふうなのを理解してほしいのが3番目ですね。なので全然恥ずかしいことではありません。むしろ自分がメリットになるだけでなく、自分がうまく働くことで会社にもメリットになるはずというのが、まあ、合理的配慮の、まあ、根っこにある考え方です。もちろん様々な配慮を受けても求められるパフォーマンスが出ない、なのでお給料が十分にもらえない、なので仕事が続かないということも、まあこの世の中ですから、まあ、考えられないことではありません。ただしっかりと合理的配慮のやり取りをした後、そのようなやっぱりこの会社は難しいねとなるのか、やはり一度きちんと合理的配慮をするのかというのは重要、それは自分にとっても会社にとってもメリットになりますので重要ですので、外部の人、支援機関の方と、相談しながら進めるようにしてください。以上で合理的配慮とセルフアドボカシーの動画は終わります。最後に、今回の、セッションで学んだことを自分なりにまとめて終了としてください。お疲れ様でした。